大会を振り返って一言お願いします。大会に向けて、優勝するつもりで、練習積んできたんですけど、結果は準優勝っていうことなんですけど、世界大会にはその出場させてもらうことになったんで、これから精一杯練習頑張って、世界大会で優勝できるように頑張りたいと思います。おっす。質問ございますか。決勝戦ちょっと振り返ってもらいたいんですけれども、因縁の相手といった、はい、何度も戦っていますが、どうでしたか。今回戦うちょっと7回目になるんです、加藤選手とは。だいぶ、試合の練習の時からだいぶ意識はしてて、練習もしてたんですけど、そうですね、最後ちょっと効かされたりとかもあったんで、やっぱり足らない課題がだいぶ見つかりました。効かされたのはどの？ボディがちょっと効かされたんで、やっぱりボディ鍛えるっていうよりは、動く練習をもうちょっとしないとダメかなと思いました。ご自身としてはどういう戦略で臨んだんですか。ちょっと前から、パンチはもともと得意だったんですけど、そのパンチに加えて蹴り技も、今回出していこうっていうのが課題で、そうですね、蹴り技も出していけてたんですけど、やっぱり相手に効かすっていう蹴り技がまだちょっと、練習足りなくてできなかったんで、そうですね、これからもうちょっと蹴りの練習もしっかりパンチもしながら蹴りも打てるように練習していきたいと思います。勝ち上がっていくまでの過程の中でポイントになった試合ってどの試合だったか。今日のその1回目の試合で島本和海選手と試合したんですけど、和海選手とは前に1回そのウエイト制大会の決勝で1回したんですけど、その時もギリギリな戦いで、そうですね、2日目初っ端だったんですけど、だいぶ意識はだいぶしてました。すごく積極的にね、行ったように見えたんですけれども、もうそれも意識してたんですか。そうです、先手っていうのはだいぶ自分の中で意識して、やっぱり体格もそんなに大きくないんで、やっぱり先手取って自分のペースで行くっていうのはだいぶ意識してました。じゃあそれが思い通りできた試合。そうですね、先手はだいぶ取れて、そうですね、結構カウンターとかでローとかも効かされたりもしたんですけど、そうですね、先手は取れて自分のペースでできたとは思いました。先手取って前に出るとこうダメージとかもあると思うんですけど、そこら辺はどうだったんですか。逆に、その僕の場合リーチとかも短いんで、逆に受けに回ったりしたら、その相手の攻撃だけ届く距離っていうようになるんで、そうです、先手で行った方がダメージは少なくできると思ってるんで、そうですね、先手取ろうっていう意識でずっとやってました。ってことはダメージあんまりない。いや、そうですね、そんな大きいダメージっていうのは、その試合ではなかったです。他に質問ございますか。なければ以上に終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。